派閥の解散を決めている自民党岸田派の議員およそ20人が、昨夜、東京都内で集まり、9月の総裁選に向けて岸田総理大臣を支えていく方針を確認しました。岸田派の会合には、小野寺元防衛大臣、根本元復興大臣、平井元デジタル大臣、ナンバーツーの座長である林官房長官らの幹部に加え、 若手議員などおよそ20人が出席し岸田派としては解散してもメンバーで結束していくことを確認しましてその上で岸田総理が再選を目指し出馬するかが焦点の9月の総裁選について岸田総理の判断に従うことや岸田総理を支えていくことを確認しまして総裁選に向けては 派閥として解散した二階派の議員が会合を行うなど自民党内のグループの動きが活発化しています。